Hello こんにちはは、えー、今日実は僕のお母さんも来てまますす <laughs> <laughs> 僕はお母さんがいてお父さんがいておじいちゃんおばあちゃんもいてでもちろん先祖がいますじゃ皆さん自分の先祖のことって考えたこと今までありますかあんまりないと思うんですねで僕先日出張でインドに行ったんですけど その時にすごく衝撃を受けたのがインド人、現地の人がみんな自分の先祖のことをお話しできたんです。じゃあ僕はいても立ってもいられなくなって日本に帰ってきたらすぐに実家に帰っておばあちゃんと一緒に僕の先祖探しの旅っていうのに出ました。でその時に見つけたのがえこれです。僕の先祖は2000あ、ごめんなさい、えっと、1804年、213年前に、えー、亡くなった侍でした。 今日は3年江戸時代ですこの時自分の先祖のことを調べたのはもちろんなんですが同時に今の現在僕が生きている世界とそしてこれからの200年後どうなっていくんだろうそして僕らの子供とか孫将来の人たちがすぐ住む世界のことを考えたんです僕はサーフィンが大好きでものすごい大好きです じゃあどれららいいい好好ききかっっていうととちょっと大会に出るぐらい好きですで今でもサーフィンすごくするんですけどサーフィン中に大学の時に出会った外国人の会社で働くことになりましたそして社会人になる前に3か月間すごく短期なんですけど英語を勉強しようとでここで決めたのが絶対にこのタイミングでたった3か月だけど英語をマスターして帰ってやろうと決めたんですそして行く場所を迷った結果 ここになりました。南国フィジーです。<laughs> サーフィンしちゃいますよね <laughs>。えその時、僕お金なくて、両親にお金を借りたんですけど、今でもすごく感謝しています <laughs>。でも、このサーフィンを通じて、すごく僕は感動的な出来事に出会ったんです。えー、サーフィン中に雨が降って、バケツをひっくり返したようなスコールが降るんです。そして、そのスコールが終わると、こんなに大きい虹が出て、水がきれいなんで、水に反射して、 円になるんですねでその円の中をイルカが飛んで僕はそこから来た大きい波に乗るんですで多分たった一瞬だと思うんですけどその波に乗った一瞬のことを忘れることができなかったんですただ同時に街に戻ってみると目の前に起きている現象に衝撃を受けましたえこんなにゴミが落ちてるんだ何も気づかずに歩いて。いれば 通り過ぎててしまっていたんですが僕はサーフィンですごく感動的な体験をしたので目の前で起きていることに責任を持って僕が解決しようってその時思ったんですそして行動しようと決めましたフィジーは1970年にイギリスから独立した国です現在人口90万人で旅行客は 年間60万人に及びますそしてこのフィジーのゴミシンガとかというある小さな町があるんですがその町の1日に送られてくるゴミの6割はホテルからですそしてホテルに宿泊するお客さんは観光客ですつまりプラスチックや現地のゴミこれは自国生産をしていないフィジーでは作られていないもので観光客が その国に持って行って捨ててい,て捨てているものなんですねそしてこの現状を打破するためにどうしようと考えたところえ日本でよく見るポイ捨て禁止とかの看板ありますでもフィジーにはそういう看板がなかったんですまずは看板作りから始めようそして現地の人にゴミは良くないもので自分たちがどうにかしなきゃいけないんだっていうことを伝えようと決めたんです 看板を作るっていうのはフィジーでは簡単ではありませんでした、えー、僕の留学生活残り1週間を切っていましたで学校の先生に僕は看板を作るだから学校早く卒業させてくれって言ったんですそしたらもともと学校から卒業するもしくは学校を辞めてしまうそうすると日本に強制帰国になってしまうからそれはできないって言われたんですねでもある一人の先生が学校側と 交渉しししてててくくれれ僕の背中を押してくれましたそして僕のプロジェクトはスタートしました看板を作る材料僕らだったらショップに行けば買えますでもフィジーでは買えませんで僕は材木屋に行って余ってる床材の柱をもらいましたそして黒のペンキペンキはなかったので近くの車屋さんに行って黒の塗料をもらいましたそして 最後に筆ななんんでですすがどこにも売ってなかってかたんですで筆を見つける、まあ、この行動自体がおかしいんじゃないかということで筆を作りましたえ近くのマンゴーの木の枝を取ってそれを削って筆,筆にしたんですねそうして描いた、えー、メッセージが Keep our earth clean このメッセージボードを僕は近くのボツアレブという町のバス停に掲げました チャランラな格好してます僕 <laughs> この当時こんな格好してますけどここで伝えたいのは見た目じゃないよってことです <laughs> で僕はですねえ周りでゴミ拾いを始めたんですがあるローカルの女子高生が1人手伝ってくれましたでも手伝うと同時に僕に聞いてきたんです何をしてるのってで僕はサーフィンでこういう体験をしただから恩返しとしてこの思いを伝えたいんだそしたら彼女が ちょっと面白そうじゃん手伝おうってことで手伝い始めてくれたんですがそこからローカルみんなが手伝ってくれるようになってその場所のゴミ拾いは終わりましたただ自然が豊かでゴミを隠してしまうぐらい緑が豊富なのでそんな深い森の方まで僕たちはゴミ拾いをすることができなかったんです僕たちだけでできないことこれをするためには人に伝えなきゃいけないそう思って 僕は残り3日間ゴミ拾いを続けてそして卒業式を迎えましたそして現地の留学先の卒業式でスピーチをさせてもらったんですそこにも一つハードルがあって僕がスピーチをしようとした時に英語でスピーチをしなきゃいけなかったんで先生にまた「3分だけ時間をくれ」って言ったんですねそしたらすぐ「お前の英語力じゃ無理だ」って言われたんです 結局僕の留学生活で英語はあんまり上達しませんでした。でも片言の英語でたった1分、たった1分だけだったら時間をやるって言われてスピーチをさせてもらいました。その時僕が伝えたメッセージは別に全員に今すぐゴミ拾いを始めろって言ってるんじゃないんです。でもこの先80年間だったり自分が生きている中で ちょっとポケットにゴミが入ってたりとかあとはバッグの中にあるガムのゴミだったりペットボトル捨てちゃおうかなって思う時あると思うんですよでもそんな時にあフィジーの留学先でこんなこと言ってるやつがいたなってすこ少しでいいんで思い出してくれればいいそう思ったんですそうしてこのメッセージを伝えて僕は帰国しましたえー、オフィスで働いていると Facebook にある通知が届いたんです何だろうと思って開いてみると驚きました一人の日本人が僕がやった活動を引き継いでくれたんですそして看板同じメッセージを彼は引き継いでくれましたさらに僕が全くいないそして知ってるメンバーも少ない中活動は拡大されていって地元のみんなも手伝ってくれてます さらに僕は地元のみんなにも笑顔を作れていたことが嬉しかったです。100人規模になりました。僕が知らない人たちもいっぱいいます。そしてこの活動は、新聞に載るような活動も生まれてきました。ここで大事なのが、誰がやったかではなくて、どういうことが行われているか、そして将来に続くような 世の中にいいことが文化として現地に定着したってことが僕はすごく嬉しかったんですこの中でですね社会問題に対して目を向けたことがある人って真剣に数えると多くはないと思うんですでも過去の僕の先祖もそうですが過去の先人たちはみんな世の中をより良くしていこうそしてもっと 自分たちの組織を発展させようと思っていろんなアプローチをしてきたはずなんです例えば学術的なアプローチ政治的なアプローチ宗教的なアプローチもそうだし社会的そして経済的なアプローチもいろんなアプローチの方法があると思うんですでもその反対側で弊害っていうのも必ず生まれてるはずなんですねでそしてその弊害ってどんなことかって僕たちは考えたことあるかどうかで僕は 今世の中で問題だと思うことそれは問題を問題と気づいていないことだと思うんですそれが僕の中での社会に一番伝えたいメッセージであって問題を問題として捉えることそこが第一ステップになるんだと思う,思うんですだから僕は今バーチャルリアリティと言われる VR 新しいテクノロジーを使った会社でお仕事をしています VR は画像と動画と違って今まで見ることでしか伝わらなかったことが体験として伝えることができます目の前のことに責任を持って行動すること人間は欲求とそして責任で行動することができます例えば誰かに好かれたいかっこよくなりたい お金持ちになりたたいいそういっっ欲求って誰でもそういう欲求で行動をした人っていうのは自分の中でその行動が止まりますその反面じゃあ責任を持って行動を始めた人はどうでしょう責任を持った行動というのは人を動かします巻き込みますだから僕は責任を持った人が行動を始めて人を巻き込んでほしいと思うんです 時に責任というと江戸時代は切腹をすることとかそして今でも退くこととかって考える人がいると思うんです全く違います責任を持つっていうことは目の前のことに諦めずに行動を続けることなんですそしてその行動を続けるんであればしっかりこうやって人に伝えてあげてください人に伝わると周りも応援してくれるはずなんです 目の,前にこ目の前のことに責任を持って行動をする。僕がフィジーで行動したときもそうです。目の前で落ちてたゴミに責任を持って、自分が今やらなきゃ、そう思ったから行動したんです。僕たち、これから200年後、300年後に、より良い世界を作っていくためにどうしたらいいか。人生は助けの受け渡しです。僕の先祖がやってきてくれたように、僕たちも一人一人が、 ほんの少しだけ目の前のことに責任を持って行動していくだけで世の中はきっとより良くなると思うんですそして自分たちの200年後だったり300年後にいい世界をまだ続,いてえ続けていきたいと僕はすごく思ってますなので今日この中でたった一人でもいいので僕は目の前のことに責任を持ってくれる人が増えるとすごく嬉しいです この後電車で帰るかもしれない。そして、子供と遊ぶかもしれない、えー。みんなの将来はそれぞれです。でも、その中で目の前で起きていることに責任を持って行動してみてください。そうやって人の行動が変わっていくことで世の中は良くなります。そして行動すると人が応援します。もし応援されない人がいたら、僕のところに来てください。僕は全力で応援します。ありがとうございました。